勝っても誰が負けてもみたいなシーンがめちゃくちゃ多くて、気持ちはみんな入ってましたよね、はい、キャリバー勢は特になんか気持ちのその入りようというか、なんかそれを外に出すなんかキャラ外に出てるなっていうのは、まあ、結構その言ったらベテラン格闘ゲーマーも多いんで、はい、そういうの好きなんですよね。そうですね、気持ちを入れるのが、はい、その頂点に上がってきたのがこの2人ですよ。はあ、もう突き放題に戦ってほしい。現地暑いのか寒いのか、外は暑いがホテルは寒いです。ホテルじゃないや、会場は寒いです。会場は寒いがみんなの気持ちはかなり温まってますね。はい、熱量は燃え上がっております。始まりました、エボ2019、7年ぶりのソウルキャリバー新作6グランドファイナル、ユットとバーサスブルーゴット。ユットとウィナーズですから、ブルーゴットはまず3連勝3勝しないと対等の立場に立つことはできません。6回勝たなきゃいけませんね、ブルーゴット選手は、はい、ユット選手は3回でいい。大賢人の確定にしっかり浮かして大きいコンボを入れていく。寝そべってちょっと位置が崖際でしたのでしっかり調整していきました。モアエクスタシー2つから双剣で火星を止めて、ここは崖側に引き寄せていくが、ブルーオートもしっかり位置を調整している。キャラ対策ができている。浮かせてからのタテラン B、 BB 手向け状態は長谷川が正面になる。お互い体力は潤沢とは言えないが、下へ2つ小技で削り切れるのはユットと川。確かにああいう場面でブルーゴットはまあ決死の AB ですね、はい、双剣 AB 発生の速くてダウンを奪ってさらに2択に行けるような技を対応してましたから、はい、しゃがみでかわせる下 A っていう選択はうなずけますね。さあ今度は下段から仕掛けてくるブルーゴット、 3A が当たったのでスタンから、おっとここはガードインパクトが間に合った。すかさずガードインパクトをされたのを見てソウルチャージで返していく。2-0 だけは絶対に避けたい。スヤラック3つからジラック、ジラック一気に崖から崖までソウルチャージ、ご案内してソウルチャージ、橋を維持する、逃がさないという意思を持ったこのゲージの使い方。ベベベン、さあソウルチャージ限定のはず、残り体力は1つだが、いけた、あーた、まだ打っていくのかウェポン圧通した。さあ一度体験じましたガードされて、そうですね、序盤でガードされて浮かされてますからね、はい、それでもやはり2択するべきポイントではもう勝負仕掛けていきます。はあ、まず開幕半分の体力を奪ってガードゲージ満開。ブルゴットかなり厳しい状況ですが、ユット選手としてはもう割り高いですよね。ジラックで走り続けた対応できなければ引き殺す。ユットとこのグランドファイナルに似てブルーゴットに一つ宿題を出してきました。ゴールだ、それができるのも強いところですね。そうですよね、はい、分からない相手はもうそれだけで倒しきることができる。54、あー、クリティカルエッジをゲージを1本無駄にさせた。しかもブルゴットガードゲージ赤く点滅しています。一応時間経過するので黄色くなりましたが、何かをガードしてしまえばといったところ、起き手目重視ですね。叩き落として有利、ね、広めいた、広めてる、中断、これ落ちる、いく巡り回る救世主のレボリューションがレボりましたね。レボりましたね、はい、自らを救う技となるのか。ただゲージ差はあります。 2-0、 なるほど、上段と下段が交差して位置が入れ替わってから、ま、ソウルチャージ、最初の大事な1セット、どちらが取るのか。崖際に追い詰められているのはユットと、ヒットしてる、でかいから大巨人しゃがんだ、そしてこの技は後ろ側に相手を打ち上げる。残った、リガートは避けた、そして横転でイガニシを入れ替えて体力を徐々に追いついている。双剣状態、この1ゲームが割とするか、いや確定だ、うまーいユットトラの膝蹴りは非常にガードブレイクの高い技で、ガードさせればガードブレイクから倒しきる選択でした、はい、しかしブルーゴットそれを読んで横移動から、まあ、スカ角で決めるとリーサルヒットになる、はい、2-2B で決めていきましたね。野草から勝つのかブルーゴット、うん、ここはステージを
おそらくユットト選手側が選び直したんですが、はい、一応違うステージはありますが性質的には似た感じのところが選ばれましたね、はい、大相撲ですね、はい、さあ2セット目、はい、こちらもやはりリングアウト狙います、狙えるステージになってます。どちらもしやすいキャラというわけではないですよね。確かにどちらかというとひらめいてますね。ひらめいた時には目の前にガードインパクト判定が出るので防御策としてもかなり優秀、乗ってる、めちゃくちゃ乗ってる、技が当たる何なんだこのブルーゴット、神の木が今降りている、完全に乗っています。さあただユット選手ウィナーズの余裕はある程度あります。この5セットという残りのライフの中どう対応していくか、背後投げ、背後投げになっている、ダメージが大きい、下段を落ち着いてリフティング操作は当たった時もかなり美味しい、すかさずやりたてに変えて下段を仕掛けてきた、掴みを通した、あー読み勝った、ラックがうまい、タッチガードを崩した人はうまいです、下段でタッチカードを崩しましたね。ガードを崩すのは格闘ゲームの基本のうまさ、はい、最も評価されるべきことですから、はい、リンクエイジから小技で取っていったがしっかり我慢しきったブルゴット、ソウルチャージして炎を投げる、かまいからかわして6位ガードが間に合った、さあ高近距離の戦い、大剣神バスターは少し距離が遠いと演出には移行しません、背向け状態で返していくが正面を向かされてヨロンシュドッパトス、スタン状態になって有利、清掃のディストラクションは有利フレーム、ソウルチャージで返してゲージを使った以上高い取りたい、6位返してペペペン、さあちょっとあーうまい、巡り回って6ビーが刺さる、硬くないですかブルーゴット、硬い、なんかめちゃくちゃ硬くなりましたね、ガードが、まあ、あとしかも技出す技がやっぱりカウンターヒットしてますね。確かにそれカウンターヒットでスタンすることによって通常よりもリターンが伸びているところもポイントでしょう。冒険で返してブレイクアタック、次 A からユットとかこう2択に行くところに対して結構暴れが通ってるんですよね、はい、目は抜けた、うまい、バタンエルボー、これはうまい、前前前 B スカシ確定で B スタルヒット、ダメージバッタ、ここはできればゲージを使わずに取りたいという気持ちもあるが言ったと、ガードしてこいつ赤いぞ、モアエクスタシー、ここは渋くいきました、はい、リーチの長い発生の16レームの技ですね、はい、スカシ確定、残り体力を削りには十分、さあただここで気になるのはユットト選手のゲージ、赤いです、真っ赤、おいい位置でモアエクスタシーを当てました、しっかりと横転して崖を嫌っていく、ソウルチャージからさあ波動の遠い距離ではありましたが、こうしましたが6位かわして上段横属性の技に切り替えてきましたね、相殺しているのでここまでつながる、下段からソウルチャージが終わる、さあゲージがデッドしてるのか体力なのかどうなる、しゃがんで投げよ、どうした、残ると残ります、崖を取ってしまう、残ってる、ゴロゴロスタンから割れた、ゲージは一本溜まったぞ、溜まっている、出生からお互い1ゲージ、ガード、ナイスガード、ナイスガード、ジャンプ B、斧での下段だったんですけど、はい、しっかりガード、そして下 A で反撃、かなり当たるともうあと一撃というところまで、たぶん削れるぐらいだったと思うんですけど、うん、もう分かってたな、反撃も早かったですもんね、素晴らしかった、さあステージ、ブルゴット続行選択。ギャリーウォームダンス、下段指導の技でダメージつけていくが、2発目カウンターでうまい、一発目プレッシャーを生かしたことが評価されております。ガードインパクト終わったらうまいです、ガードブレイクアタックですからね、この上げ足が出る 6BB 縦押し縦押しでラインを上げてくるが、そのラインを押し返すカウンターサタンエルボー、さあじわりじわりとペースがね、ユットトになってきましたか。でもかなりそのユットト選手ペース戻してからの渡さなさみたいなのが、うん、超丁寧というかうまくてですね、はい、ウェポンマスターの時もグランドファイナル上園選手が最初すごく、ラウンドを立て続けに選手したんですけど、うん、ユットト選手が取り返してからもうずっとユットト選手が攻撃を当てているような展開が続いていて、そうまさにそういう展開で最後は非常にダメージの高いコマン投げ技で決めていきました。2ラウンドすでに選手しているユットト、あと1ラウンドで2
2セット先取となります。大剣神バスターで半分ダメージを奪って、うまい。ラットチェイス、下段3つ崖に追い詰めたのでソウルチャージで返して回っている。冷静にガードしていたが、ここはフレームを背負ったところの大剣神バスター、はい、あーゲージは回収できませんでした。今のは遠距離であの槍の、はい、槍投げを当てるとうまいことになります。遠距離でヒットするとうまい、はい、そうなんです。まあ、今それをまあユットドも読んでいて、はい、まあ、斧か槍に対してのインパクトを狙ったんですが、はい、タイミングが合いませんでしたね。斧側だったら合ってたようなタイミングだったと思います。あ、そうですね、前斧の方だともう飛び道具あるんですが、斧に返してガードインパクト、すかさずソウルチャージ。ガードインパクトされた時にゲージがあったら結構ソウルチャージで返すこと多いですね、うん、ユットド選手もソウルチャージして、あ、ヒットしてる。中段しゃがみガードしてしまった。これは追い詰められたぞ。上段しゃがんでいる。ソウルチャージはまだ続いているが、ここはしっかりガードをした後に B を2回削り切って、さあ 2-0 の状態から 2-2 まで追い込んだ。その代償としてゲージが0になっているが、ブルーゴットどう、うまい、ゾンビ、さあこの後そうですね、1ゲージは溜まります。あるのか、一度流れを握り返したユットト選手から再び流れを取り返せる男がいるのか。ひとまず黙れている。下段に対してソウルチャージ。ソウルチャージ。先譲らない、譲らない。ブルーゴットのアドベル。ディアボロ。ディフェンス操作。ガードしていたのか今。中段になってる。赤い。どうする？赤いぞ。一発から下段にシフト。こちらから反撃。ここは確定反撃。ガードが割れて。2本目。先にセットカウントでリードしたのは。ブルーゴット乗ってますね。反撃の AB からしっかりジャンプ B で割ると見事でした。ユットと思わず苦笑い。すごい USA コール、すごいな。さあこういった経験は逆にユット選手ないと思うんですよ。確かに海外という地で、はい、そのホームの選手の応援を背に行ってしまえばアウェーの状態で戦うというところ、うん、振動と呼ばれたユットと唯一の弱点はそこかもしれない。開幕スピアラックは一度やり過ごしたが戻ってきたところをダメージ取られて5割。リバーサルエッジを使っていく。このジラックに対してやっぱりリバーサルエッジというのは非常に強、そうですね、有効な、反撃になってます。ブレイクアタックはあまり飛んでこないので、はい、2択はあるんですが、はい、そこに対してリバーサルエッジですね。大剣神でダメージがゴムに戻る。リバーサルエッジを一度決めた分アズエル側にゲージが一つ多めに持っております。そしてこのコンボで先に1ゲージ溜まる。うまい、ゲージは大きいがこれはうまい。うまく打ち上げてダメージ来るぞ。ソウルチャージで倒される前に引き直していく。中段だが中段ゲーダー。大剣神でした。すごい匂い続けたんですが最後に打ってきた。絶対来ると思うからいっそ来ないみたいなところを、ね、打ってきましたね。勝負強い。エクスタシーモア2回、さあ引き寄せた。飛んだところを捉えて 1B1 つ、そしてつかみを通して割り込んでいる。カウンターですが、いやいいですね。右横小刻みにして縦切りを避けて危ないですよ。横移動を高めながら、ただじわりじわりとよくガードした。ガードインパクト、ゲーダーが来た。残りますか。ウェポンアーツ、ユットのゲージ、距離が離れる。あー、冒険振っていく。ボタンを押している回数がブルーゴット選手の方が多いのか。多いですね。ただ今ゲージを使いたかったですかね。そうですね、少し1本分のプレゼントを腐らせてしまったかもしれない。2発目打っていきますね。そして横切り攻めからの攻め読み勝った。これはそのまま流れのままに、はい、ゲージを使わず取れたというところが一つ大きなポイントです。そうですね、次のラウンドへのリソースリアナルガードインパクト、これはちょっとずらしてでしたがしっかり我慢して 1B スクズームで返してくる。とにかく技を打っているのでもうユットとのガードゲージが赤く点滅しています。ここまで来ればこのラウンド落としてもしっかりガードさせれば最終ラウンド有利に戦えるという判断。叩き落としました。ソルチャージ、ちょっと距離が遠かった。
できずに追い打ちになる。横移動できない。いいから強く通り抜けた。さあここはガードしているがガードも厳しい。これまた割れてしまいますよ。正直ガードしたくない。うわー、横切り。しかもあの斧の構え出ましたよね、はい、あそこからも技が、派生できるんですけど、特にその前傾の構えから多分いわゆる B の中段のブレイクのやつで割りに行くと、はい、見せかけて言ったともそれ分かっていたので横移動したんですが、そこに対する A、はい、横切り。さあリセットです。終わらない。エボ2019の夜はまだ終わらない。いや、 やりますね。そのウィナーズはかなりユットと優勢なその試合で 2-0 だったんですよ、はい、ただこのグランドファイナルではブルーゴットが明らかに流れを持っている。国を背負うその気持ち。ただユットと選手もここまでの道のり決して平坦なものではなかったと思います。キャリバー5のエボがあった時、はい、2012年はまだユットと選手このゲームをプレイしていなかったので、本人は大きな舞台を経験しない状態のままようやく迎えたこの海外の初大会、優勝したい気持ちが劣っているわけがありません。ガードが硬いぞ。ウルゴットがこっちもしっかりガードして側面を狙っていくんですが、確定反撃が細かい上に鋭い。もう一回差し2回からよくどいただけるかもしれん。1つ、いや上段に対してやはり流れはまだブルーゴットにある。投げスフィア通さない。中段ヒットスフィアラックからホイールオブフォーチュン、上から降りてくるがしっかり対応している。ひたすらガードしてフレームをもらったら双剣で切り返すことを徹底しているブルーゴット。今度はスフィア操作からガードインパクト、どうする。オーノに切り替えたぞ。中段下段ガードしている。しゃがめばしっかり反撃が入る。まあ、わずまだ回ってガードゲージが削れますね。リセットなのでここから3勝した方が優勝ですね。ここから 3-0 取った方が勝ちです。はい、一つかわしているがガードが間に合った。画面端チキシャワイプアウト、下段の攻撃のブレイクダンス、うまい。ここにサタンエルボー、うますぎる。キャリーボムダンスでつなげてポヨンを動かして、難しいがため十分大剣士パスだ。体力をひっくり返しにかかる。どうなるこの3ラウンド目、先にゲージを使うのブルーゴット。このゲージの使い方かなり勝ちたい気持ちが溢れている。A から対してユットと我慢が続く。あ、暴れ双剣 A がやはりいいところで出てますね。そうですね、攻め系をこう正面解かれてガードして正面になったところに、はい、双剣の発生の速さにちょっと太刀打ちするのが難しいような印象があります。下段ガードしているスペラからしゃがんでいる。浮かせたスクトゥーム。我慢の展開、お互い我慢しながら掴み落としているのはユットの選手。ソウルチャージ。さっかのソウルチャージから流れを取られてですね、展開は多いのでなんとかしたいんですけど、当たってしまっている。ダメコンボ逆転した。ついにブルーゴットがライフを削ってユットと選手よりも有利な位置に立ちました。かなりそのユットと選手がゲージ吐きづらそうにしてる。そうですね、吐けてないですよね。結構ユットと選手ってソウルチャージよりもそのスカ角で の、 そのクリティカルエッジで使う場面が多くて、苦しい時はソウルチャージっていう展開が多かったんですけど、はいはいはい、ソウルチャージすらさせてもらえない。いや結構その苦しすぎてもう、はい、エッジを狙わないと逆転できない状況に追い詰められてしまってるんですよね、はい、でもそのあーうまいぞ。ビアービー技選択うめー。 BB 見事かなり優勢に進めていたラウンドのこれはきついが、まだ試合は終わっていない。スピアラックがリーサルエルボーで締めて、それから正面に戻る。一度中央に足を運んで相手の攻撃をガードして返していったが、アズルの戻りが早い。マイマイマイ B ドゥームセイヤーをかわしてからのリサルヒット。今もリサルちょっとゲージ増えたのは美味しいですね。
っぱりこのブルーゴッドの攻めの圧力があるので、はい、スカシ確定クリティカルエッジができないんですよね。常に技当たっている、触らせられているの で、 そ、 うです、ね、そこがキーになっているかなと思います。かなり中距離で戦わせてくれないのと、中距離は中距離で結構リーチ長いのがありますね。技を空振りしてないですよね、はい、これはからエッジうまい、ジラックに対する回答を見せてきた。残りますが、かなり状況としては厳しい。ゲージ吐きたい、これはとりあえずゲージ吐きたい。特殊下段かわして、パスから、どうする、うわーっていったクリティカル、惜しい、どうしたぞ。これを教えるわけにはいかないだろう。ウェポンマスターがクリティカル一をパナしました。剣術指南役祈りました。話したぞ。ただこれかなり値制限、そうですね、とにかくゲージをですね、はい、使いたい場面でした。勝ちたかった、はい、このどうしてもこの勝ち方で勝ちたかったやばくなったらクリティカルエッジを放せという教えがありましたね。当たれば読み、当たればうまい、ああいう行動が取れるのは、はい、できます。そこはちょっとメンタル面のリセットっていうのもできたんじゃないですか、勝てるプレイヤーの素質でもあります。時に理にかなっていない行動を取るものが、いや流れが来たぞ、来たー、うまいうまい、サタエル文字目置き攻めですね、引き寄せてこちら一発から中段ソウルチャージ、ここどう出るか、前前うわーい、もうエクスタシー、しっかりランでかわしたいやクリティカルエッジパナシが勝利を引き寄せました。あの勝負の同情し、実際そのまあボルドーのです、ね、クリティカルエッジは若干体が引くので、はい、後ろに下がるんですよね、はい、それを使って技を回避することができます。ある程度他のキャラよりはそのパナした時の何でしょう、はい、当たりやすさっていうのはありますよね、はい、あります。しかも正面向きでダメージも高かったので、いや生かしましたね。さあそしてここで結構長く廃墟都市でやり合っていたんですが、ついにステージが変更されました、はい、ステージランダムでの引き直しをブルーゴッドが選んだわけですね、はい、ペトコル神殿、壁と崖が、まあ、あるんですけど、はい、ラウンドによって壁の位置が変わります、うん、なので、クースラウンドとキスラウンドで、どこでリングアウトできるかというところは覚える必要があるというステージですね。ただブルーゴッド、そのセットが終わってからのなんかメンタルリセットみたいなの、かなりうまいというか、確かに太くないですか。太いですね。ラウンド変えますよね。間でしっかり流れ取られてても、なんかそのセットで負けた時にはその流れを想像させないような動きをしてきますね。反撃見事。そうですね、確定反撃の双剣の A から B がつながっています。やはり守りがこう攻めてるんですけど、守りが硬いですね。はい、フォーチュンドロア後ろに下がってガードインパクト付きの攻撃、ローリングクレイジーで有利を取ってのギャリーボムダンスはベラン部分に当たったが、その後しっかりガードしてリバーサレッジはガードした、やり過ごしてソウルチャージ、ここどうにか、ここ重要ですよ。上から来るがチラックの構えにすかさずいって、ポヨン、どうなってんの、サタエルボから置き攻め、さあまだ削り切れはしないが中段だ、中段でした、選ばれたのは中段でした。ガードゲージが赤く点灯、回復しつつありますが、黄色にじわじわと自然回復しますが、はい、ここで何かをガードさせることができればかなり大きい。浮かせた 4K からのフェイスレスセンチフィード、下段をつついて中下とかなり巧みに攻めかけてくる。それでもユットが立つんですね。そうですね、それでも立ちガード、うまい、うまい、強力が故に少し発生の遅い技をしっかりついていった。ここできた大剣陣、背中に崖、いやリングアウトはしないんですが、はい、あそうですね、壁もいい位置だった、壁にはぶつからず AB2 択下段、ナイスガードよくしゃがんだウェポンマスター、ありがとう、よくしゃがみました。じわじわと来ているのか、日本の進路ユットトに、この試合はかなりユットト有利ですね。もうブルーゴッドがこの試合どうしても勝ちたいですよね、はい、本当にこれ取りたい。逆転されてしまうとマジで流れが悪くなる。そうですね、ここで社外 A ガードからのゲージの使いどころです、はい、ただ当たっている、タッチンで救世主のレボリューション、ジャンプ大剣陣は追い打ちの形、6B 一発スベガーの技がやつ中段に集めるが、うわーうまい、大剣陣マスター、これは壁にはいかないままそのまま残りました、削りきりましたね、はい、ただゲージもはけてはいます。そうですね、回すことができましたね。手が悪くないのとガードゲージが向こう赤いので、こちらも黄色いので油断はできませんが、
ソウルチャージ、先足ソウルチャージですね。ブルーゴッドかなりこれ展開できるのが得意です。 AB2 択だから来る。体力リードはブルーゴッド、攻めあぐねてる間にガードゲージも回復していく。 A から中段で攻めていく。ホイロボフォーチュン後ろに回って中段一つ、うまい、忘れちゃった、ダンエルボーからのしっかりと倒しきれるザ・スピアオブマットですね。ウェポンマスターが優勝にリーチをかける。いや今のは2段構えでした。マイエープラ B、 あのままシダーで割ったときは補正かからずにさらに、まあ、リーサルヒットを狙えるガードブレイクの最大コンボが狙える技を打ったんですが、隙が小さいので、はい、そのガードブレイクを狙ってきているのに対するリバーサルエッジに対しては取られてから横移動が間に合う。しかもその横移動した後に、はい、しっかり前前前 B サタンエルボーでうまいポイント稼いでいく完璧でしたね、はい、いい流れでマッチポイント迎えています。ユットとさあローリングクレイジー有利を奪って攻めの手を緩めない。崖に迷い込んだぞ。ランを駆使して崖は避けていくブルーゴットですが、カウンターでかい、上から来る、出るんだよ、あと1ミリ、下段だ、ここから飛んでくるさあ元気だ、リグルステップの構えでシャカシャカシャカと動き回っている、元気いっぱいです。日本の嘘でしょ、そこにサタンエルも上手すぎるからこれパッドの前前前出てますね。レバーより多分前前前早いんですよ、パッドの方が。これが日本のソウルキャリバー界最も若いプレイヤー。対するしかしブルーゴット選手もアメリカ背負っています。そう簡単にここまでの勢いが崩れるとは思えない。ソウルチャージ、ソウルチャージ、これはどこか吐かされたような印象もある。サタンエルも届かない距離、そして投げだ、通した、側面投げ2択、ラットチェイス 1B は3回までに打つことができます。これまで1段止めのシーンとかもありましたもんね、はい、2段で打っていきましたよ。マッチポイントです、頼む。優勝エリーチャーユットと、しかしうまいブルーゴット。さあソウルキャリバー5に触れたときはついに大舞台が終わっていたユットと選手にとってついに訪れた本場のエボ。取ってる、うわー、来た、読み勝った、読み勝ったのでうまい。そしてソウルチャージ落としていく、ドクッさあ、ダーハー、もう一度あと1回だが、ハッダーハー、2回で2回で栄光をつかみ取った男は日本の神童ユットと、ウェポンマスターお見事、優勝おめでとう。いやすごいね、20でこれ。